大阪に対する外務官僚の皆さん、皆さんが原発をどう考えてるんですか。おそらく皆さんは原発のことを自動車かなんかと同じように考えてるんじゃないですか。もしくは化学プラントかなんかと同じだと考えてるんじゃないですか。違うんじゃないですか。福島でひとたび事故が起こったら半径20キロは人が立ち入りできない地区になる。そしてもう3年も経とうとならんとする。今日に至っても全く収束しない。それが原発だよ。君たち外務官僚、それから経産官僚、原発というものを何と考えているんだ。車の輸出とか化学プラントの輸出とか、そんなものと一緒に考えているんじゃないだろうな。その認識が全く間違っているということは、すでに我が国の福島の原発がくしくも証明してしまったじゃないか。つまりブラジルやインドにベトナムに原発を輸出しようなどという考えは、そもそも根底から間違ってんだ。君たちはなんでそれに気がつかない。おかしいんだよ。原発の現実というものを一切無視する気か。ふざけるのもいい加減でしたまえ。おまけに日博原子力協定、日米原子力協定、こういった条約協定に君らはひたすら縛られるつもりか。君らは省庁設置法によって外務省、経産省設置されている。それがゆえに君たちはそこに仕事をしてるわけだろうが、それだけなのか。君たちは法律でここに建物も作ってもらって、仕事も政治家からの指示かなんか知らんが、降りてきてそこに条約や協定があるから、君らはなんかせこせこと書類か何かを作ってるかもしらんが、そういうことが君たちの本来の仕事なのか。そんなものを根拠に君たちは仕事してるのか。そもそも君たちが仕事をする目的は何だ。どうすれば我々の国民の市民の税金を使って本来何をすべきなんだ。そこが本当に分かってんのか。君たちは君たちの仕事の目的を、君たちがやらなきゃいけない仕事を本当に分かってんのか。そこで高校と明かりを照らす照らして仕事をしている方に見える君たち、君たちが今やってることは何だ。本当に君たちがやるべき仕事か。説明しに来い。今すぐここに降りてきて我々に君たちが何をやってるのか説明しに来い。それが君たちの仕事の一つだ。
ありがとう。